どうも、ふさおちゃんです。今回は、2ヶ月前で同じ公園で撮影したんですけども、その頃は冬の初めだったんですよね。6月上旬だったんで、今回はちょっとね、8月今ちょっと上旬ですけども、あとちょっと一応ね、ケアンズ冬は終わるんで、最近ね、またちょっと花とかね気になったんで、ちょっと撮っていこうかなと思いますね。冬の時期ってあんまり花咲いてるイメージないじゃないですか、日本だと。でもキャンドにおいては花は割とね、冬の時期は結構咲いてるイメージですね。ということで今回ね、撮っていきます。で、この花早速なんですけども、すごいですねこれね。なんかこのつぼみみたいになってるんですけど、これはまだ咲く前 で咲いてるとこっちですね。こういう感じになんか草みたいになってますね。以前もう一つのこちら側だと、こちら側でね咲いてたんですけど、そっちのこの部分に関してはもう時期は終わったんで、今この緑色ですね。なんか種類がやっぱり違うんですかね。でもただの色違いではないと思うんですよね、咲く時期が違うんで。こういうのもなかなかね、名前とかヒスイカズラだったかな、なんかいいですよね、色が素敵で。で、こういうとこたまにいる、動画だとちょっと見えカメラだと分かんないかな、アリがいるんですよ。グリーンアンツって言うんですけど、このアリね、お尻が緑色で、この中にビタミン C がいっぱい入ってるんですよ。だから酸っぱい味がするんですけど、あとね、アボリジニの方たちがこのアリをビタミン C 補給として食べてたんですよ。食べなくてもお尻とか舐めればね、その酸っぱいの試せるんで、ちょっと興味ある人がいたら試してみてはいかがでしょうか。誰もいないと思うけど、毒はないです。結構毒ある生き物も結構いるんで、シティにはそんなにないと思うんですけど、ちょっと郊外の方行った時は気をつけていただいて。で、花がこういう感じで、ちょっとね、わかりますかね、少しぶら下がってなるんですよね。だからすごく綺麗だなって感じ。ちょっと藤っぽい感じでもあるんですけどね、なんか綺麗ですね、こういう感じで。日本ではあんまりお目にかかれない感じの花かなと思います。これなんかシソみたいのもありますね、あとオレンジ色の花も咲いてますね。この花も以前はなかったんですけど、今の時期になってから咲き始めたかなって感じ、これも綺麗だな。今日ちょうどね、天気いいんで見るには最適ですね。天気はいいけど、日差しは結構強いんで、日焼け対策はね、忘れないようにしてほしいなと思います。この花もね、前なかったんですけど綺麗ですね。これなんか固まって咲いてるんですけど、すごい綺麗だ、これもちょっとなんかね、不思議ですよね。こういう感じで固まって咲いてて、なんか色もね、なんか奥の方はピンクっぽくて、手前に来ると黄色っぽいんですけどね、なんか珍しい。これいいですね、すごく気に入りました。あと上の方とか見ると、ちょっと影になってるんですけど、こういう感じでアーチっぽく咲いてるのかな。もう綺麗だな。これもピンクっぽい花がね、バーッと咲いてますね。花だよな、花ですね葉っぱではない、結構バーッとなってるから、これも綺麗だな。花瓶自体はすごい小さいんですけども、綺麗だな。なんか似たやつでジャガランダっていう花があるんですけど、それはね、ケアンズだとあんまないんですよね。今の時期はブリスベンぐらいあたりだと有名なんですけど、そういう花もね、ちょっとね、見てみたいなと思います。とっても。これなんか見た目、なんかアジサイっぽいんですけど、一応、なんか背が高い木だから関係ないと思うんですけど、すごいですね、これ。なんか、花結構、ボリュームが半端ないです。こういうなってるんですけど、これもなんかいいですね。これもなかなか日本じゃ見ない感じだから。こっちもね、同じような木があって。なんか、最初はあれですね。最初はこうなってて、後からこういう感じで咲いてくるって感じ。で、こっち隣なんですけど、この隣の木はちょっと違うみたいなんですけど、花の感じがちょっと似てますね。これはこれからかな。これからの時期咲く感じで。最初同じ花かと思ったんですけど、全然違いましたね。これも素敵です。
ということでね、今回久しぶりに花を撮影したんですけども、感じ伝わりましたでしょうか。結構時期によって、咲く花って違うと思うんですけどもね、なんかあんまりこういう視点でね、見るってなかなかなかったので、今後もちょっとね、他の場所行ったら見てみたいなと思いますね。ということで、以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねしていただければ嬉しいです。では。